おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあさあ、明けましておめでとうございます。何回明けましておめでとうございますっていう動画出してるのかよくわかんないんですけど、2023年になったというわけでございますので、いよいよハンター株を修理するその相談をしにバイク屋さんに行ってみようかなっていうふうに思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そうなんですよ、いよいよハンター株 CT125 直そうかなっていうふうに思ってるというわけでございます。貯金が貯まったら直そうかなっていうふうに思っていたんですけど、いつまでたっても貯金なんか貯まりゃせんわみたいな感じでございますので、とりあえず直して、でまた銀行から金借りてみたいな感じで直していこうかなっていうふうに思ってるというわけでございます。その相談をしに行くというわけでございます。ハンター株を直すって何が壊れたのっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけど、サスペンションを止めてるボルトっていうのがあるんですけど、あれがまあ、折れてしまったんですよ。だから今サスペンションとマフラーがくっついていない状態になってるっていうところ、そういう不具合が生じております。これはセカンドチャンネルだというわけでございますので、ぶっちゃけ話もするというわけなんでございますが、ハンター株に至りましては本当は夏ぐらいに直そうかなっていうふうに思っていたんですけど、今乗っています V ストローム250、かなり快適なカスタムを施して今行きつつあります。まあ、実際に交換してる部品もあるんですけど、もう乗れば乗るほどこいつに体が馴染んでいくというわけでございまして、 V ストロームだけしか乗れない体になってしまう前にそうなんだ、ちょっとあまりにもこいつが快適すぎるというわけでございますので、ハンター株乗らなくなったらまずいなっていうふうに思ったので、早めに修理しようかなっていうふうに思ったというわけでございます。今のは大津さんの個人的な都合の話をさせていただいたんですけど、大津さんのチャンネルって言ったらハンター株 CT125 から動画を見始めたっていう方が多数いらっしゃるというわけでございまして、その方たちがコメントでいただいてるんですよ。はあ、ハンター株の動画もそろそろ見たいなっていうコメントがちょこちょこ入ってきてるというわけでございますので、こりゃなんとかすりゃいけんなっていうところがあるというわけでございます。なんやらかんやら言いながら走り続けてるというわけなんでございますが、一軒だけ寄り道をさせてください。そこはどこかって言ったら実家でございます。実家のエアコンが壊れたというわけでございますので、直しに来てというわけでございまして、ちょっと実家だけ寄らさせていただきます。まあここセカンドチャンネルですから言っちゃうわけなんでございますが、ナショナルのエアコンか、あナショナルとかって言っちゃったよメーカー名、まあパナソニックのエアコンだ、濁して言うならパナソニックって言ったらもっとストレートな話になってしまうんですけど、あれがねお掃除ロボットっていうのがくっついてるエアコン買ったみたいなんですよ、実家で。これがすぐ壊れやがるというわけでございます。あのお掃除ロボット機能っていうところが直しても直しても不具合起こしやがるというわけでございます。以前にもこれは言ったことあるんですけど、家電製品で高機能のやつか、なんかつまらん装置がいっぱいいっぱいひっついてるようなやつか、あれはすぐ壊れるというわけでございまして、なるべくシンプルなやつを家電製品は買った方がいいですよっていうところをお伝え申し上げておきます。言っちゃなんですけど、おずさんも昔ドラム式の洗濯機っていうのをもう清水の舞台から飛び降りて複雑骨折する思いで買ったことあるんですけど、あれも乾燥機能がゴミ詰まってからはわきゃわからんようになったというわけで、もうすっごいプチプチ言ってるすげえプチプチ言ってるんですけど、本当にシンプルなやつがいいですよっていうところをお伝え申し上げておきます。話はまだ続くというわけなんでございますが、特にお年寄りの一人暮らしの世帯でございます、まあうちのばあちゃんも一人暮らししてるというわけなんでございますが、そういうところに持ってからなんかもうすっごいのを売りつけるっていうのは本当やめてくださいね。どこの家電量販店とは言いませんけど、ちゃんとお客さんのこと考えて、この人は機械に強いのかな、機械に弱いのかなっていうところをちゃんと確認してから物を売りつけてください、売りつけてくださいみたいなこと言ってるんですけど、本当よ、自分のノルマのためにそういうことしちゃいけん。その話をおじさんにも当てはまるというわけでございまして、最近のオートバイって言ったらトラクションコントロールやらなんか ABS はまあ別にいいか、ボタンがいっぱいいっぱい操縦席周りにくっついてるじゃないですか、スイッチボックスのところに正直説明聞いてもあよくわかんないですみたいな感じでございます。えらい渋滞してるなっていうところを感じつつ、もう少し走りましたらガソリンスタンドがありますので、そちらで給油をしたいと思います。そこで燃費を皆さんにお知らせしたいと思います。何の燃費かって言ったら、この間四国に行きました、弾丸ツーリング600キロ高速道路ドッパーと帰ってきたんですよ。それで最後燃費を測っていませんでしたので、高速道路でそこそこやり込んだ場合の燃費が何キロになるのかっていうのも大津さんも知りたいというわけでございますので、ガソリンを給油いたします。
いらない話もするというわけなんでございますが、ガソリンスタンドそこ見えてるじゃないですか。行かれんのんよ、まだ。こうご覧の通りこうやって突っかえてるというわけでございまして、ほいで気づいたんですけど、今時速0キロじゃないですか。電熱セーター着て電気も入れてるんですよ。あったかい。風が当たらんかったら、まあまあ、うん、あったかいなっていうところを感じてるというわけでございます。うわーっと、もうちょっとで曲がれのねのに、そこよ、そこよ。よーし、空間がいたぞ、おじさん、入ります、ガソリン給油だ。前回の給油から 315.2 キロ走ってきまして、14.89 リッター入りました。燃費が 21.16。悪っ。あともう少しで20キロ切るところだったみたいでございます。いずれにしても、そうか。そんな感じか。補足情報としまして、どっかの雑誌のウェブ版で書いてあったんですけど、 V スローム250、高速道路とかどんな走り方をしましても30キロを切ることはありませんみたいなこと書いてあったんですけど、嘘つき。いや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 みたいなところも感じるというわけでございます。なるべくブチ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 言わないようにして走ろうかなっていうふうに心がけてはいたんですけど、ちょっと言わして街中走るって言ったらもう全部信号機に引っかかるな、面白ないな。言っちゃったよ。うわー、たまらんな。ゆっくりゆっくり走ってるというわけなんでございますが、これでエンジンが熱持ってから電動ファンでもガーッと回ってから温風でも出りゃいいというわけなんでございますが、これが出ねえんだ。うん、そういうところも感じてるというわけでございます。いやいや、これはもうたまらんというわけでございまして、山から行こう。交差点を左折いたしまして、ほら山道に入ってきましたですよ。当たり前の話をするというわけなんでございますが、こうやって田舎道を走ってる方が街中走ってるよりは53倍ぐらい楽しいなというところを感じてるというわけでございます。ただしだ、これ調子ぶっこいて走っていきょうたらいろんな意味で危険な目に遭うというわけでございますので、その辺は制限速度はきっちり守りながら走っていきましょうね。おじさんは2023年もきっちりとこの辺は改心したままだというわけでございます。まあまあ、そんなわけでございまして、今からちょっと実家の方によりまして、続きの動画をまた撮らさせていただきます。さあさあ、実家のエアコンの不具合も直してきたというわけでございますので、次はオートバイ屋さんに向かって、おじさんのハンター株の不具合の相談をするというわけでございます。いや、なんかうまいことまとまったような気がしないこともないです。左ウインカーをつけまして、モートランド沼田店到着でございます。お、ハンター株が入荷してるぞっていうところも気づくというわけでございます。明けましておめでとうございます。いいよな、新型はどこも壊れてないし当たり前だというわけでございまして、入っていきます。明けましておめでとうございます。そうだわ、どうにもハンター株直さないけど、なんでいろいろあのままやろ、動かしてはないんかな、全然動かしてないんですよ。ほいで、相談員のがいいこと思いついたんですよ。あ、ほいじゃあやってもらおう、ドリンク散々にしてやる、いつでもいいんで、いつ全然急いでない、そんなわけでございまして、直すことが確定しました。しばらくここの間で晒し物にしときます。ハンターカブ興味がある人は見に来てください。晒し物にしとく、晒し物じゃお前は。ただし言っときますけど、忙しいお店なんで、こんなヘルさんがみたいな、ハンター株どうなんですかとかって、あんまり根掘り葉掘り質問しちゃダメよ。お仕事の邪魔しちゃダメですよ。言っときます、見学するだけ、もしくはバイク買って帰ってね、買って帰りなさい。売るほどバイクありますか、当たり前じゃん、当たり前じゃないってというわけでございまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは。って言われても、もう勝手に閉めちゃった。閉めちゃった。おまけコーナー、おまけコーナーですよ。これ狙ってます。トレーサー。マフラーも最初からくっついてるし、出どころはしっかり分かってますんで、絶対これ調子がいいはずっていうのはもう分かりきってるというわけでございますので、こいつを狙っています。こいつを狙っています。うん、ではでは。